はい、皆さんこんにちは。今日もキングダムズリボンやっていきましょう。ですね、前回ですね、めちゃくちゃ人を増やしたんですけど、このように食料不足になってしまいました。かなりやばいですね。食料の方600ぐらいしかなくて、さらにティアの方も減ってしまいまして、現状維持できてません。なので、今回はこの問題を少しずつ回復させるために修正していきたいと思います。まずは食べ物ですね。食べ物の方を作っていかないといけないので、まあ空いてるところにこの生産の方でもぶち込んで、生産力を増やしましょう。畑も入れれるのか。畑も少し入れときましょうか。で、どうしたらいいんだ？もうどうしようもない状態にはなってるんですけど、おじさんタウン2の方はどうかというと、まあ、ぼちぼちですね。こっちの方はまだ大丈夫そう。ただ、やっぱり生産力という面ではちょっと低下してるので、入れていきましょう。食べ物をもっと作っていかないとやばいですね。これなんだ？かぼちゃか。まだまだちょっとやばめですね。これはまずい。とりあえず、55年目の夏半ばなんですけど、春にならないと植物とかは取れませんので、それまで何か考えないとまずいですね。食料ちょっとオレンジが輸入されてきたのかな？増えましたね。小麦とかももうない状態ですね。困った。こいつは困りましたね。なので、もうちょっとこっちの方ですね。今まで住宅地だったところを少し、改良していきたいと思います。よいしょ。こっちシネマかなんかあるのかな。よし、ここをまず買っていこう。なんだろう、これ生産性とかかな。よいしょ。あ、どんどん死んでいってますね。よいしょ、これはまずいです。本当にまずいです、食べ物は。ということで、どっちからにしよう。こっちから伸ばすか。よいしょ。ビューンと伸ばして、まずは道を整備しよう。町近いったな。こっちじゃないな。このラインに合わせましょうか。よいしょ。こんな感じで合わせていこう。で、砂漠では食べ物がちょっと取れませんので、こっち側を果樹園にしようかな。こっち側を果樹園にして、こうか。あと釣りも入れていきましょう。お、すげえ、ここ効率すごいな。ここ。で、ワイルドカードしかないのか。困りましたね。パス。伐採のカード、農業、ワイルドカードを購入、果樹。果樹いけない。では、なんだ、伐採から行くか。これでどうしようかな。ここら辺どうにしましょうか。ここら辺どう伐採して、で、農業のところ。どうしよう。小麦を作りたいけど無理だから、果樹を取ろう。で、確か果樹あったのはこっちで、やりましょう。こっちも果樹を取るようにしていきます。で、木は果樹以外の木を伐採するようにしておきましょう。で、もう早めにカットしましょう。早めに果樹でない木はカット。よいしょ。とりあえずこれの命令を与えといて、次に行きましょうか。次はどうしようかな。おじさん2の方も、少し釣り小屋を作って、魚を取ろう。96%か。
100超えてはなかなか難しいですね。ここ98、106、いけない。100%、まあ、ギリ 100% ですね。ここにしときましょう。で、石の実、あ、こう、飼ってないのかな？自分の領土ではなかったですね。自分の領土にしちゃいましょう。こっから伸ばしての、道がなんか変なのができてるな。ここで倉庫も置いときましょう。よいしょ。二つぐらい置いとこうかな。よし、ここもう倉庫ラッシュになってますね。何が多いんだ、ここは。おじさんタウン2は石がやべえぐらいありますね。制限かけてるのにな。食べ物はこんだけか。とりあえず魚釣りをしてもらいましょう。よいしょ。上がひどいな、本当に。なんでだろう。食料が本当にないですね。よし、交易だ。パンを交易しよう。これを300と。あと自動的に貿易をしてくれる商社を買いましょうか。粘土も確か少なくなってたんですよね。粘土買って、キノコを買う。キノコ買えないな。どうしよう。まずは粘土を川沿いに置いて、粘土を採取しよう。ああ、建てられないな。建てられませんね。ここら辺も建てられないな。石。家あるしな、ここら辺は。よし、ここにしちゃおう。よし、ここに粘土を買います。で、キノコを買えないか。いや、とりあえずキノコ栽培をしよう。キノコ栽培は、ここら辺ではキノコ栽培してたんですけどね。もう一個ぐらい入らない？入らないか。よし、ここに入れとこう。で、こっち側でも一応、育てましょうか。ここら辺の土地どんどん買っていきましょう。広々とさせます。よいしょ。もうここら辺で食料を作らないとまずいですね。で、家があるので、遠隔キノコは置けないので、キノコパン。あ、置けない。仕方がない。適当に使っときましょうか。カードを入れよう。パンやキノコ、農場と。よし、これで、まず牛の農場を入れよう。よいしょ。で、キノコを栽培しよう。よいしょ。で、ここなら幻覚キノコ作っても、大丈夫そうですね。で、小麦をこのラインで流してもらえればパンもいけるはずですし、こっち側でも小麦を大量生産しましょう。よいしょ。とりあえず火を消そう。で、ここでも小麦を作りたいと思います。で、小麦なんですけど、フードストレージ。あれ？どこだ？これか。これなんですけど、これやると食料の度合いがですね、上がるんですよね。生産量が。なので、こいつを作っといて、小麦を作っていきたいと思います。よいしょ。小麦、間違えた。よいしょ。野菜関係はここで大量に作っていきましょう。よいしょ。どれぐらい作ろうかな？何面ぐらい作るのがいいですかね？とりあえず、8面作りましょうか。よいしょ。そしてストレージですね。倉庫も建てましょう。よし。
こんなもんでいいか。石があるのでいけないな、あっちまで。よし。で、どうしましょうかね。薬草もちょっと少ないな。食べ物だけじゃなくて薬草も少ないので、気をつけていきましょう。とりあえず、建物に関しては、お金で解決しよう。よいしょ。いっぱい持ってきてくれてますね、いろいろと。どうしようかな。もうちょっと畑を作るか。あ、何マスっていうのが消えちゃいましたね。まだこれちょっとバグかなんかで操作ができない時とか、あるんですよね。よいしょ。あれ、冬になっちゃったのか。もうちょっと作りたかったですね。どうしよう。よし。とりあえずこっちからはちょっと小麦じゃないやつですね。かぼちゃとか、じゃがいもとか、お酒の原料なども作っていきましょう。よいしょ。これじゃあちょっとどこが栽培できるかわからないな。ということで、季節が春になるまで少し早送りしたいと思います。はい、春になりましたが、ここら辺と全然作られてませんので、もうお金で解決していきたいと思います。とりあえずどんどん作っていこう。で、小麦が一応大量に作れるはずですので、もうなんだこれは。ここら辺でもどんどん作っていこう、もう。気にせず作っていきましょう。お金があっても人が死んでは意味がない。よし。ということで作っていきます。よし。これで少し早く送ろう。春なので、ここら辺で植えてくれると思うんですけど、どうしようかな。ちょっと人口が少なくて働き手がいなかったりするのかな。仕事の優先順位は農場は絶対なので、農場を優先的にしています。次はなんだ？上ですよね。やっぱり食べ物がないなぁ。ということで、どうしようかな。ここら辺ではまだちょっと保留ですね。公益会社、薬品はまだ、でも薬品もちょっと作った方がいいかもしれないな。あと炭。これら辺を買いましょう。薬品関係もここに作りたいので、畑を作って薬品を、薬草を作ろう。間違えた。よいしょ。薬草を作って。で、薬品会社を作りましょう。まだいけるな。4面ぐらい取りましょうか。よいしょ。よし。で、ここに倉庫を置いて入れてもらいながら薬品会社を作りましょう。家が遠い。家が遠いか。それはしゃあないな。よし、こっちに作っていきましょう、何軒か。よいしょ。あんまり近いと工場系で嫌がられますので、ここら辺でももう一気に建てちゃいます。食べ物がそんなにないのか。困りましたね。よいしょ。もう仕方ない、作っていこう。この辺でも薬草だ。よいしょ。高いな、薬草会社は。よし、これで行こう。到達不可。どういうことだ？よし、とりあえずこれでどうでしょうかね。食べ物はまだ全然ないな。困りましたね。管理何も入ってないのかな。
パン屋さんも生産力を上げとこう。あとここら辺のも1枚ずつ入れときましょうか。生産力アップですね。よいしょ。ちなみにこのもうこういうイベントリーのやつは、学者の家みたいなので生産が可能です。代わりに木とかを使いますが、まあ作れるのでどんどん使っていきましょう。食べ物がないよりかはマシですからね。よし、ではおじさん2の方も見てみましょう。あ、こっちも食べ物が少ないですね。これもまた困りましたね。よいしょ。釣り小屋。で、人の方はどうだ？建設者がいないね。建設者、まあ、建ててるものもないからかな。果物とか取ってますね。で、人口の方はまだ180なので余裕があります。ここではコーヒー豆作ってたね。確か。コーヒー豆を作ってこっちで送ってますので、まあこれはこれでいいでしょう。で、こっち側はなんだ？あ、染料か。染料とかを作ってたんですね。で、小麦も作って食料も自分らで作ろうというところですね。まあ、おじさんタウン2に関してはまだちょっと1が安定するまでほっといても問題はなさそう。さて、どうしよう。食べ物はまだ安定はしないね。もう少し食べ物作っていきましょうか。こういうやつ、季節ごとに10しか見るできないのか。困ったなぁ。豚を買っていこう。もう。これ以上増えた場合だけ、殺されるんで、これも買っていこう。季節ごとか、結構牛さんの牛乳は取れないですね。生産力入れとくと結構増えるのかな？ 20% か。住民が足りないのかな。ここら辺と全然上に来てくれませんね。とりあえずは、あ、保管庫は遠すぎるって言われてる。保管庫を入れましょうか。ここだな。保管庫をここら辺に建てとくか。よいしょ。これで問題ないでしょう。これも閉じてもらってと。よし。ここでも果樹を取るようにしましょう。むっちゃ運んでるなぁ。これでなんだ、牛乳、キノコ、ブドウか、ワイン作ってますもんね。じゃがいも、ブルーベリー。小麦粉かなり少ない。羊毛がその代わり多いですね。鉄鉱石。紙。とりあえず食料問題はこれで、ある程度大丈夫になったかな。わからないので、一応公益会社で何か必要なものを買っておくか。輸入しましょう。小麦粉。小麦粉かな？パン屋さんあるので小麦粉にしましょうか。小麦粉と。わ、結構するなぁ。これは1000にしよう。1000。よいしょ。1000以下だったら輸入するようにしておきます。ではどうしよう。ここら辺どう買うか。ああ、持てない。ということで、また冬になってしまってますね。
備蓄が減ってるな。ここら辺かな。ここら辺度で、農業をしてるので、果樹栽培もしてますね。ここら辺度も、あれかな、木はあるので、果樹栽培しよう。だな。これなんだろう。今頃になって気づきましたね。こんなのあるぞ。建物の速度を 50% アップ。まあいいや。どこだ？ないな。ここではないので、これは取り消した。これですね。伐採していきましょう。よいしょ。で、これは果樹以外、果樹での植林ですね。これ一回使ってみようか。これは使えないのか。畑も使えない。よし、ここにしてみよう。あ、こんなパワーあったんですね。全く気づかず。よし。おじさんタウンの2の方は、まあ、全体的に安定はまだしてますね。あ、こっちがまだ飢えてる人がいる。全然食料が足りないんだな。また300ぐらい買っときましょうか。いや、やっぱり急ピッチで人を増やすとえらいことになりますね。せっかく700まで行ったのに、もういませんね。あ、でもそれでも618までか。よいしょ、どうしよう。なんか食べ物系を作ろうかな。どうしよう、仕立て屋だな。食べ物系じゃなくて仕立て屋にしました、結局は。洋服、ここで染料とか作ってたと思うので、もうちょっと、ここですね、革を使った洋服を少し作りましょう。あ、1万。しまった、見てなかったな。よし。あとは、どうしよう。ここら辺度ですよね。木炭工場。木炭工場か。こっちに作るか。食べ物がないのが、まついなぁ。小麦粉とかも作らないといけないので、どうしよう。ビールも作っていきたい。で、輸送を早めよう。で、食べ物は1000か。もう4000ぐらいは維持したいところですね。ここら辺で人が足りないのかな。人が足りないのか、全然作ってくれてませんね。仕方ない。住宅地を作りましょう。こいつ嫌がるやつかな。ここに住宅地をちょっと作っていきます。で、働いてもらいましょう。なんだなんだ、やっぱ足か。足は痛い。よいしょ。で、ストレージを作ろう。よいしょ。で、こっちのストレージは食べ物は入れるのは許可しないでおこう。食べ物はここに入れてもらいましょう。よいしょ。よし。ああ、結構人戻ってきましたね。
戻ってきたけどまだまずい。はい、だいぶ年月が経ちましたが、食料問題がやっとちょっと解決してきた感じです。人口の方も約700近くは戻ったので、なんとかなりかけましたね。次回はこのティアですね。ティアの方をもう少し安定させないと家がなくなったりするので、ティアとかを意識して問題を解決したいと思います。まあ、食事に関しては引き続きやっていかないと、とてもじゃないけどこれ以上人口は増やせませんので、気をつけていきたいと思います。それでは今日はこれぐらいで終わりたいと思います。皆様ありがとうございました。